M1910-30-122mm 榴弾砲とは、第一次世界大戦前に、ロシア帝国が採用した M1910-122mm 榴弾砲を、ソビエト連邦が改良した、榴弾砲である。独ソ戦勃発時には、赤軍が最も多数を保有していた、四弾榴弾砲であった。M1910 榴弾砲は、 フランスのシュナイダー社が開発した 122mm 榴弾砲であり、ほぼ同時期に、ライバルのクルップ社が開発した M1909 榴弾砲よりも、はるかに多くの数が、ロシア帝国軍に納入され、第一次世界大戦時のロシア帝国軍の主力師団榴弾砲であった。ロシア革命後のソビエト政権の赤軍が運用し、反革命派である白軍との内戦や独立感もない。 ポーランドの軍事侵攻でも使用された。1920年代以末、赤軍は第一次世界大戦以来保有していた各種火砲の近代化改修を行うことを決定し、その一環として m 1 9 1 2も薬室を一口径分延長し、新型の照準機を装備させ、砲画と行革装置を強化し、中台福崎に、 細かな改良を行うことが決定し、改良された砲には、M1910-30-122mm 榴弾砲の正式名称が与えられた。M1910-30 の後部と、足 M1910-30 用の 122mm 砲弾とその薬莢。M-30 榴弾砲でも、使用可能、M1910。 30は、ライバルの M1909、37と比較して、方針が短いため射程距離に綾を取るが、連射速度は3倍近くの差をつけている。行角も20度から45度に向上され、さらに延長された薬室と薬莢に6個の、ひくすり袋を詰めることが可能になったため射程が、延伸された。これによる反動に対処するために砲眼を強化し、 中体副座崎も改良された。しかし、足が短脚式であるため水平車角が狭く、車輪はゴムタイヤではなく木製のものか金属製のものの、設置面にゴムを張っただけのものであり、車軸にサスペンションもないため自動車による高速牽引が不可能であり、事実上場でしか牽引できないため軍隊の機械化による移動速度の向上に対応できない方であることは、 どうにもならなかった。1930年から、師団の砲兵連隊に配備され、1939年の、野門藩事件や冬戦争のような大祖国、戦争勃発前の戦争では、赤軍の主力師団榴弾砲としての役目を十分に、果たした。また一部の M1910、30は、 T-26 軽戦車の車体と組み合わされた SU-5 自走砲とされ、第二次世界大戦前に赤軍が配備した数少ない自走砲となった。大祖国戦争勃発時には5500門以上の M1910-30 が配備されていたが、戦争序盤の劣勢期において多数の M1910-30 が 数軸国軍に破壊されるか露飼されて失われたほか、新型の m 3 0 1 2 2トル榴弾砲への更新も進められたため1942年には第一戦部隊から姿を消した。フィンランド国防軍は M1910-30 を冬戦争において30門、後の継続戦争でさらに145門を露飼し1944年には、 ナチスドイツから72門を受領した。これらの M1910、30は 122H、10から30として、ソ連軍との戦いで使用された。さらに、ロシア帝国からの独立時に、フィンランドが接収した40門の M1910、にも M1910、30と、ほぼ同様の回収が行われ、こちらは 122H。 10から40として採用されている。ドイツ国防軍は1941年から1942年にかけて数百門の M1910-30 を露角し、12-2cmFH388 の正式名称を与えて、主に東部戦線で使用し、ドイツは 122mm 砲弾の生産までも、行ってこの砲の運用維持に努めた。 ありがとうございます。